今日はもうこんにちはとかではないです。阪神タイガースですよ。もうそうですよ。もう虎に睨まれたカエルだよ。いや本当そうです。みんなどのチームも今身動き、蛇です。そうです。身動き取れない状況になってるぐらい、そうだな、もう阪神が大絶好調ですよ。まあ、絶好調というか本来の姿に戻っただけで、はい、あのぐらいの力はあるんだよ、もともとね。最初勝ってだから今絶好調って勝ってるから絶好調っていうかも分かんないけど、はい、まあ、それだけの力を持ってるからね。あれ何がきっかけでバッて上がっていったんですか。大山が打ち出したんだよ、交流戦の前の、うん、そうだ、大山がねちょっとブレイク し始めたんだよ。そうですよね。大山が調子が上がってくると、はい、阪神が上がるという。最初ってあの糸井選手だけが突っ走ってた感じだったんですもんね。ちょっと KY でな一人頑張ってましたもんね。頑張ってあとはね、はい、あの青柳が出遅れたんだけども、ね、戻ってきてやっぱエースの働きをしてくれたよね。そうですね、まあ、ここら辺が投打2枚は大きかったね、はい、うん、あとあれだけあった借金が16な最大でな、チャラプラスアルファ貯金までってなってますから、そうなんです、大変なことになってるよ。いやそうですよね。いやこうなってくると、はい、現時点で首位のヤクルトと9ゲーム差今なんですけれども、はい、じゃあこれあるんじゃないかっていう。何が優勝。おお優勝ですよ。いや可能性は見えてきたよね。ありますよね。ただ条件がある。お条件、うん、はい、条件があるのは、はい、広島に弱いんだよ。2勝11敗に分け、あの阪神が勝てないんだよ広島に。はい、ここを五分にしたら可能性ある。あ、じゃあキーは広島との直接対決ってことが。そうだな。あ、広島に全く勝てなかったよ最初。そのやっぱピッチャーとの相性ですかね。まあ、それもあるだろうな。それは甲子園でも松田でもってことですよね。そう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 、やっぱりこう広島も力持ってるから、はい、広島を引きずり下ろさなきゃいけない、下の方に、はい、ね、相性が悪いんだから、うん、だってクライマックスで残って広島と当たるって言ったらすごく嫌だよ。そうですよね、うん、だから落とさなきゃいけないためにも自分たちが勝たないと、うん、そうですよね、自分たちで勝っていかない、うん、だからまあ優勝優勝って言うけども、はい、最低でもクライマックス残って、はい、ね、それで日本シリーズに行けばいい。もう上出来だよ今年は。そうですね。ということはじゃあ阪神にとっては条件はその、まあ、2位でも3位でも広島と CS で戦いたくはないってことですか。いやそれは相性が悪いからな、このまま行ったら。だったら他のチームの方が、いい DeNA だったりとか、その方がいい。そうですよね、うん、そうです。だからその広島を下にやるためにも、うん、阪神は広島に勝たなきゃいけない、うん、ということは広島にもういいピッチャーつぎ込んでいくとか。いいピッチャーつぎ込んでるけどやられるんだよ。いや打てないんだよ広島のピッチャーを。放送してる段階では2勝11敗、はい、2負けなんだけども、はい、うん、まあ、最高は5割に、ね、はい、持っていけばいいんだけども、うん、2、3個こう落ちても、はい、そこまでこう詰めていけば、うん、まあ、苦手意識はなくなるとは思うけどもね、うん、苦手を意識のあるチームを持ってるときついよな、優勝するっつっても。そうですよね、うん、オリックスがね去年ね、はい、優勝したのはね交流戦でセ・リーグに勝ったでしょ、はい、大体ね負けてたんだ、負け越してたんだ、うんうん、パ・リーグのチームに、はい、でセ・リーグに勝ち越してるからそれがチャラになってたんだ、うん、あだけど最後の方には全部がチャラになっていったんだよ。あ、そうだったんですね。そう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 、だから苦手意識がもう払拭されたのね、オリックスは優勝するために。今年はやっぱその阪神は本当に相性が悪いのは、はい、あの広島だけだから。あ、じゃあチーム的に言うと広島になんとか五分に戻せたらいいよっていう、まずそこですね、うん、ポイントは。だから広島は虎視眈々と狙うは、はい、ね、得意なまま、うん、阪神を追っかければいいわけよ。そうですよ、ね、大阪クライマックスの時はものすごい精神的に優位に働くから。なるほど。だから広島は落ちないようにするし、はい、阪神は蹴落とさなきゃいかんし。なるほど。だからここら辺の戦いも面白いんだよ。面白いですね、うん、あとピッチャーでいくと今防御率が実は 2.54 でチーム防御率が、はい、これセリーグのもうトップなんです。2点台っていうのはもう阪神しかいないと。それはなかなか打ってないあの投手陣は。いやもう投手陣に関してはやっぱずっといいですもんね。いやいいよ、もう青柳がさ、はい、まあオールスターで山川に打たれたけど、はい、本当にボール上がらないから。どこも打てないんですよね。だから大怪我しないんだよ。
でどのチームも左対策、はい、ね、あ左対策って青柳対策で左バッター並べるけど中日とかそうですよね。もうね配球変えてくるもんな、しっかり。それができるピッチャーだから、はい、なかなか難しいよ青柳は。まあそうですね、火曜日に勝てなかったんだ阪神って、はい、火曜日水曜日って連敗が多かったんだけど、うん、そこで投げてるのが西とかだったんだよ、はい、西が勝ち出したんだよ、はい、僕らね連敗しないの。しないですね。しないね。その伊藤将司投手であったりとか、ああもうあの、ね、井川を思い出させるチェンジアップだな。あの糸を引くって言ってる、そうガンケル、ガンケルがもうひっちゃかめっちゃかだったんだよ、はい、これがまとまってきたんだよね、うん、もう手につけら、手つけらないですよね。ハマチ、湯浅、湯浅、はい、かつきかな、力あるもん。いやだから、で、抑えに持っていくじゃないですか、最後湯浅にね、はい、もう無理ですよ一番なんかなんか組みやすしっていうような感じだよ、はい、だからそこまでにはもう勢いを失っちゃってるから。いやだから、まあ、完璧ですよね、これ、まあ、ないですか投手陣は。本当にいいな、これ例えばね、皆さんどこのチームも夏場9月ぐらいになってきてやっぱり疲れが出てくる、うん、ってなった時に例えば中継ぎ陣であったりっていうのが少し疲れっていうのは、まあどこの球団も疲れるからな。あ、まあ一緒なんですね。一緒だと思う。ドーム球場が一番いいけどね、はい、本拠地としてるドーム球場を本拠地として、うん、本拠地としてるチームが一番いいけども、はい、まあ阪神も夏暑い時期に、うん、まあ遠征出るじゃない。そうだ、だからまあ名古屋でドーム使ったり東京でドーム使ったり、はい、まあ、京セラでドーム使ったりだとかするから、うん、まあ、さほどの影響は受けないと思うけど、うん、前の動画でも言ったけど、はい、移動が多いとコロナのリスクが増えるから、うん、感染のリスクが増えるから、まあ、そこだけだよ心配は ね、 そうですよね。あとは何にも心配いらないと思う。打つ方なんですけれどもこれもどうですか、うん、今の状態を見て。大山がいいよな。大山がなんかこう気持ちよくバット振ってるよな、はい、ロドリゲス、はい、まあ、これも1枚加わったっていうのもでかいしね、うん、あとやっぱ近本が安定してる、はい、まあ、中野がしぶとい、うん、島田がちょこちょこやる、うん、で佐藤輝選手で梅ちゃんも元気になってきた、ね、あ、そうなんですよね。梅ちゃんで初めてだからあそこはさ、は足があるよ、はい、何枚か持ってるからね。そうですよね、あ、足の速いの選手、うん、で出てるやつも足が速いから、はい、里照も速いからそうなんですよ、言っとくけど、うん、だから1番から4番まで速いから、はい、そりゃね、やっぱりいろいろ点取ることもできるよね、いろんなことをやって、うん、だからすごくバランスのいいチームだと思う。出だしがあんまり調子良くなかった分今から調子が戻ってきてる本来の姿にってことは、疲れもそんなにどうなんですか、出ない。いや、 やっぱりね16年返済したっていう疲れは出てくるよ。でもね、俺は阪神は余力があると思う、うん、経験者が多い。青柳もそうだし、うん、西もそうだし、まあ、ガンケルって外国人でタフでしょ、はい、心配なのはその浜地だとか、うん、湯浅、はい、という若手がちょっと心配なだけでね、はい、あとは大丈夫だと思うな。じゃあ他のチームが疲れないかって言ったら疲れるからさ。そう、みんな一斉に疲れていきますもんね、どっと疲れが出るから。そうですね、疲れが一緒だとしたらやっぱりこう力あるよな阪神って。そうですね、うん、じゃあ阪神ここからヤクルトとどん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 差を詰めていって、例えば優勝とか最後こう首位と争うっていうことになるのか、それともヤクルトとは縮まりそうで縮まらない中 2,3 位争いでいくのか、これ。いや、やっぱとりあえずトップ目指すよね、うん、最初のうちはね、はい、これもう無理だなと思った瞬間から完全に2位狙いにいかないと。で広島を落としていく。そうで広島はもうくっついていかないとあ、クライマックスだったら絶対勝てるからって阪神に、うん、くっついていかないと。ということはやっぱ直接対決には広島は絶対負けれないし、はい、だから優勝争いというよりも、うん、まずはやっぱ広島との対戦を、はい、広島もそうだけど、はい、意識して戦うということで、この2勝11敗を極端に言えば五分っていうふうになってくると、ヤクルトの差もぐっと狭まっ、あの狭まってるよ。ああ、そういうことになるんですね。そういうことになる、そういうことになる。でもしかすると本当に優勝、セリーグ優勝っていうこともリーグ、いやー可能性がなくはない。だって 13.5 を
ひっくり返した年もあるしね、ジャイアンツが広島をひっくり返したように、はい、だから可能性としてはあるよね。ですよね。そのための条件っていうのは 何になるんですか。優勝するための条件って、まずね、コロナにかからないこと。まあまあそこですよね。いや、まあ、絶対そこだと思うよ、うん。まあ、それとやっぱ広島をに対して五分の成績をに近いように持っていかなきゃいけないという、うんうん、でヤクルトの直接対決は絶対負けないということ。2勝1敗で、だって3連戦あって3ゲーム縮むわけだから、3連勝したら。そうですよ、一気に縮まっていきますよ、ね、だからその他では勝ち負けとかいろいろあると思うよ、うん、でもその直接対決とか広島戦に対してはやっぱ相当な意識と、あとはそのローテーションをどう組んでいくか、こういうのもすごく大切だよな。そうですね、広島戦どういうローテ組んでいく、あとは今までなぜ苦手にしたのか、はいね、なぜ点が取れなかったのか、うん、まあ、そういうことを分析しながら、どういうふうな点の取り方だったら取りやすいとか、はい、そういうふうな分析も必要だね。そうですよね、うん、いや本当今シーズン当初はもうファンの方の中でももう阪神今年ないなっていうふうに言ってたりとか。お前ね、はい、借金16あってね、はい、いや今年の阪神は強いぞっていうバカいないだ。いないですよね。いないよ、もう終わったってみんな思うよ。みんな思ってたのかですよ。いやだけど、うん、俺はいち早く阪神は上がってくるって言ったよ、うん、どの方よりも、ね、いやいや、その動画見てくれたら分かるが阪神は来るからって、絶対来るからって信じてなさいみたいな。そうですね、来たでしょ、ちゃんと来ましたね、ちゃんと、はい、来ましたよ。もう今阪神のファンの方たちが多分、もしかしたら12チームの中で一番活気づいてるかもしれないですよね、元気よく。まあそりゃそうだろうな。そうですよ、ここまで来たんですもん。いや今まで寂しい思いしてたからな阪神ファンって、今年春先、はい、やった開幕やったぜみたいな、7点差ひっくり返されて、そうです、あれみたいな、次の日もやられてみたいな、そうです、ええー、みたいな、はい、おそらく開幕から全く勝てないじゃない、え、どうなったの、終わったかみたいな、もう一生勝てないんじゃないかみたいな、いやもうそれだったよね。で矢野監督がああいう発言するから、そうそうそう、まあ、どうのこうのとか言ってさみんなが、はい、もう蜂の血つくように、はい、ね、集中攻撃食らってさ、はい、でもそっからね跳ね返していく力っていうのは、はい、相当パワーいるよ。でその一人がやっぱ大山選手の復調っていうのも大きかったですね。大山好きだなあの子のその笑った顔ってなんともこう癒しだね。そうなんです。いやそうなんだよ、昔から、はい、昔ね金本監督がやってる時に、はい、何でもない時にセカンドで牽制で刺されたんだよ、うん、大山大山、はい、でセカンドでこうやってベンチ見てんだよ、はい、もうその顔見たらたまらなく癒しだから癒しなんだね。いや悪いのあなただから、お前だよって。そうですね、誰も同情してくれないよって、怒られるのはあなただからみたいな。そうですね、帰った後ね。だけどね、大山が打てば勝つし、うん、また甲子園も盛り上がるしね、はい、本当にあの阪神の命運を背負ってるからね。そうですね、だから頑張ってほしいと思うしね。そうですね、後半戦ね、ちょっと阪神がどのぐらい巻き返してここからまた行くのか、ね、はい、もう大山頼むよ、応援してます、はい。